世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥、30イコール大橋、2、米国の超新星との対決を熱望する声が噴出している。井上の次戦については、5月に東京で悪道こともと世界2階級制覇王者ルイスネリ、メキシコとの対戦が決定的となっている。そうした中で、早くもその先についての観測が出ている。 海外ファンからは SNS 上で、エディ・ハーン、仕事をしてくれ。レーモンド・フォードが米国で大規模な戦いができるように、彼の名前を突き上げよう。日本のあの怪物、井上尚弥と戦ってください。今こそその時だ。とアール・フォードとの試合を望む声が上がった。フォードは2日、日本時間3日、2米ニューヨークで行われた WBA ・フェザー級王座決定戦で、 同級1位のオタベク・ホルマトフ、ウズベキスタンを12ラウンド2分53秒で TK 大勝ちし、新王者となった。いまだ無敗で華麗なファイティングスタイルから、米国では人気が急上昇。超新星として脚光を浴びている。そこで、フォードのプロモートを担当するマッチルームボクシングのエディ・ハーン氏に向けて、井上がフェザー級に転向するまでフォードが階級を上げるのを待って、 ドリームマッチを実現させるよう求める声が上がっているのだ井上との頂上決戦は実現するのか今後の行方が気になるところだ